はい、みずこちゃん、エリツです。よろしくお願いします。ということで、今回なんですけども、新着まとめ、久しぶりですね。はい、超ごまパレードやってまいりましたというところで、新超ごま見ていきましょう。どうぞ。はい、ということで、今回新超ごま神属性セーゲルが登場いたしますと、で、先に言うべきだったんですけども、ちょっと声が響いてるかもしれないですね。新着まとめと、この普通の対戦動画ってちょっと撮り方違うんでね、もしかしたら声が響いてるかもしれないんで、もしね、それありましたらコメント欄に、気になるようであればよろしくお願いします。ということで、性能を見ていきましょう。はい、まず進化のセーゲル見ていきましょう。スキルがディザイアの特殊ダメージと、魔獣枚条件で1ターン2000の特殊プラス 50% 以下で2ターン1400の回復を発動しますと。で、コンボスキル魔獣枚条件で1400スタートの自分相手両方の駒1枚につき120上昇、マックスが4200の特殊となっております。はい、ということで、ディザイア来ましたね。今シーズン2体目かな？てか普通に出るんだね。なんかその節目のタイミングとかね、なんか御三家とかね、あとはなんか星座関連とかで出るかと思ったら普通に出てきましたね。はい、ということで魔獣前条件の、デザイア回復ってことなんですけども、マニアとかね、レオニスとかで入れたい性能ですね。まあ、ああいうデッキと回復が相性いいのはね、分かってることですんで、まあ強いと思いますね。ただ枠があるかで言うとちょっと怪しいかな。トゥールラは確定で入りますと。で、まあ、多分、ビナカ、月読みかのフォース枠は入れてる人多いんじゃないかな。で、特にマニアとか、あと、レオニスとかの耐久系だと強いので、純耐久系にはね、ああいうフォース系は相性いいので、多分入ってくると思うんですよ。で、あと1枠に、まあ、多分今、トーカリアンがね、強くて入ってるんですよね。そこの枠に、まあ、セーゲル入るかどうかという感じです。で、アドバンテージだったり、火力自体は当然リアンの方が上なんですけども、やっぱ神駒ということで、ステータスが高いんですよね。なんで、S 枠を神駒で固めることによってデッキの HP ね上がったりしますんで、まあ、そこも込みで考えると結構個人的にはリアンとどっこいかなと思ってますね。なのでセーゲルにしてもいいしリアンも強いしっていう感じだと思いますね。本当にその自由枠に入ってくる1枚かなという印象です。で、この 50% 以下のディザイアの回復なんですけど、まあ、そもそもディザイアが強いんだよね。 50% 切ったら勝手にそれが発動するんで、なんだセーゲル初手に切ってもいいんでね、そこがやっぱ強いんですよね。で、そのテレーゼでね、吸収があったじゃないですか。その吸収の回復で耐えるみたいな結構多いんで、やっぱそれ考えるとこういうね 50% 以下で回復っていう噛み合ってるところがね非常に強いんじゃないかなと思ってますね。だから本当にマニアとかレオニスにはまあ結構相性いいんじゃないかなと、噛み合い性をね発揮してくれるんじゃないかなというふうに思いますと。で、コンボスキルかなりターン数をかかります。はい、最大値出すのに10ターンかなとかだったと思うんですけれども、一応ね初期値が高いんで、フィニッシュの平均ターン7ターン8ターンぐらいだと多分、まあ、3000後半は出してくれると思いますので、まあコンボスキルもまあ十分ではあるかな、はい、っていうところですかね。なんで個人的にはスタメン確定とまではいかないけど、そのリアンとかの自由枠には入ってくる性能なんじゃないかなと思ってますね。うん、めちゃくちゃ強いと思います。はい、で、一応その弱点を言うと 50% 以下で回復するってことが分かってるんで、相手これアルト打ってくると回復が反転します。そこは注意点ですね。まあでもこれはもうなんかね、アンチヒールってかね、まあ、そこを考えて弱いっていうかもうそれがあるから、もうそれ前提でとりあえず、まあでも性能自体は強いよね、で評価の方が個人的にはいいと思うんでね、はい、でそこ込みで、まあ、セーゲルは個人的には強いと思っております。はい、はい、そして10日のセーゲルなんですけども、早速来ましたね。先制デッキ評価やってまいりましたと。両面にボルトベネフィールを持っておりますと。スキルがダイアナル状態で3000の雷撃スタート、 HP 減少するほど上昇、マックスが5000と。で、回復が2000スタートの4000ですね。で、コンボスキルがカウントの方ですかね、200スタートの自分相手両方の駒1枚付け200上昇、マックスが4000、回復が180の、カウント180上昇のマックスが3600となっております。はい、これね、まあ、スキルが注目点だと思うんですけども、これですね、前回ね、ストーニアの動画上げたと思うんですけども、あれと同じタイプですね。で、それが超駒になってきたというところで、3000スタート、マックス5000の雷撃。はい、HP 半分の状態でなんと4000の雷撃が出ますと。やばいですね。いや、多分ストーニアのあれを見る感じ、これ相当やばいと思いますね。なんで、スタメンだと思いますね。先生はとりあえずスタメンで、多分これね、先制デッキ界のフルフレアかなと思いますね。今、流血のフルフレアがね、ブイブイ言わせると思うんですけども、多分それと同じ感じじゃないかな。これやばいと思いますね。で、これの何がやばいって、先制の強みってね、この火力も当然高いんですけど、回復も選べるんだよね。なんで、これ普通にこれ後半なんかね、まあちょっと飛ばせないなって、打ったら3500回復みたいな、ありえますからね。これめちゃくちゃ強いですよ。
これはもう強いしかちょっと言葉出てこないんだけど、それぐらいちょっとこれぶっ壊れてると思いますね。なので先制デッキを組む人はもう必須級になってくると思いますね。制御ではとりあえず入るんじゃないかなと思います。はい、しかもこれね HP50% 条件とかないから序盤に切っても3000以上雷撃出るんですよね。これがやばいんだよね。マジでこいつ強いね。でコンボについても、まあ、結構火力も高いんでね。で4000ですからね、雷撃で回復も3600までいけると。で、ターン数についても多分8ターン9ターンぐらいでね上昇値も高いんで、まあ、出せるんじゃないかというところですね。はい、なんでコンボも十分強いと、まあ、とにかくスキルだね、これがちょっとぶっ飛んでるってところと、そのコンボスキルもね十分というところなんで、先制デッキ使う人はとりあえず引いておきたい性能かなと思いますね。まあ、ただ一つ言っておくと、先制デッキまだ出たばっかりですので、まあ、今後の強化のされ方を見たいとかね、まあ、強くなったから引いてもいいかなと思ってる人はそれいいと思います。なんで今先制デッキを使ってる人もう最新駒を置いたい人に関しては引いていいと思うんですけども、そうじゃない人は多分後から追ってもいいと思いますね。多分神編とかでピックアップも入るんで、そっちで追ってもいいのかなとは思います。はい、はい、ではガチ情報見ていきましょう。まず新駒マップということで、セーゲル欲しい人は新駒マップ引いてください。そして神編魔編竜編ありまして、過去の駒でね、欲しい駒の属性偏ってる人だったり、まあ、ポルカとかねレオニスとかピックアップされてる駒欲しい人はこっち引いてみてください。そして定番編ではなく3000日を記念しまして、スタンダードアドバンスが開催されますと。特にスタンダードね、初心者の人おすすめなんで引いてみてください。そして恒例の松パックですね、サイトから購入すると 10% お得に購入できますと。そして、公式ウェブセールのリニューアルありますということなんで、詳細は、ね、ゲーム内から確認してみてください。そしてアップデートでですね、ビューイングに、グローリーモードの観戦が追加されますと、7月2日のアップデートで追加されるということなんで、これも、ね、いいですね。まあ、最近やっぱグローリーね結構やってる人も徐々に増えてるイメージありますし、まあ、それが観戦できるということでね、まあ、強い人がどんなデッキ使ってるのかね見れるということでいいんじゃないでしょうか。はい、はい、ということで今回紹介しました超駒パレード6月30日12時から登場となっております。はい、ということで、いや楽しみっすね。まあ、進化も強そうでしたしね、まあ、10日は多分バケモンでしょうから、まあ、引きたいんですよね。先制デッキね購入してね、もう動画にもしたんで最新駒追いたいんですけど、多分こういう人多いと思う。あのかけらがない、うん、3000日記念祭でかけら吹っ飛んでないよって人多いと思いますね。なんでちょっと僕もかけらないんで、まあ10連かな引けて10連だと思うんですけども、まあ、当たったらね動画にしようかなと思いますね。まあ、もしかしたら10連で引けるかもしれない、うん、ということで、まあ、皆さんもねかけらのご利用にはご注意をねしてくださいね。まあ、あと来月ですね、来月が再来月かな、8月また激アツのイベント来ると思うんでね、夏逆転祭、まあ、その前に多分まとめ動画とかも出すと思うんで、まあ、それも、まあ、考えながらというかね、かけらを使っていけばいいんじゃないかなというふうに思います。ということで今日もご視聴ありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。バイバイ。